はい、こんにちは、グランピーの池田です。グランピーのオリジナルグッズの一つで、キャップですね、徐々に問い合わせが増えてきておりますので、気になる方は、店頭もしくは、メールでも、お問い合わせいただければと思います。これは、ポップグランピーモデルですね。はい、ということで、今日はですね、グランピーのオリジナルグッズの、新作を、ご紹介します。ハンドルです。前回 GH001 という幅広のドロップハンドルを、発売したんですけれども、それの第2号となります GH002 になります。で、簡単に言うと、通称M の字、マクドナルドじゃないですけど M の字の、コミューターハンドルという形で、今回作りました。で、どういう人におすすめかと言いますと、主に街乗りですね。作った意図はですね、なるべくカジュアルな服装でも違和感なくこう乗ってもらえるような、そういうハンドルを、1本作りたいなと思いまして、今回こちらをデザインしました。で、通常ドロップハンドルと言われるやつは、まっすぐですね、肩から手をまっすぐに平行に伸ばしてこう持つというものなんで、腕への負担が少なくて、長距離とか長時間が得意なハンドルです。で、逆にこうまっすぐ横一文字ですね、フラットハンドルと言われるものは、マウンテンバイクでこうオフロードとかトレイルライドをするときにキュキュキュッと操作性がしやすいというものになります。ただこの2つのハンドルは手をこう前に伸ばし気味の、どうしてもハンドルになってしまうんで肩が張るんですね。最近そのサイクルジャージとか、自転車専用のジャージですね、とか伸縮性があるウェアっていうのはもう世にたくさん出てるんですけども、そうじゃなくて普段着、そういう運動できますよっていうウェアじゃなくて、洋服じゃなくて普段着でもパッと乗りやすいようなハンドルがあればいいなというので、今回作っております。で、この特徴がちょうど、ドロップハンドルと、フラットハンドルのちょうど中間というようなこう角度で作ってます。ちょっと三角形になるような角度ですね、ぴゅっと。で、ある程度、開きがありまして、端から端が、660mm ぐらいです。で、どんな方でもこうピョッと持ちやすいようになってます。で、こういうタイプ、アップハンドルとか、コミューターハンドルとか言われるんですけども、中にはここがちょっと短いものがありまして、変速機のこの、レバーがつかないというものもあったんで、なるべく、オリジナルのハンドルはここを長くしてます。約 180mm ですね、ありますので、グリップをつけて、油圧の、今回は油圧ですけども、ブレーキレバーをつけて、変速レバーをつけてでしても、まだまだ余裕がありますよと。で、このハンドルで広すぎるという方は端っこを切っていただいてもまだまだ余裕があるよというような内容です。で、ステムの、クランプ部は、31.8mm ですね、ドロップハンドルでもフラットハンドルでも今使っている方でもすぐにこうつけれるようにというので、使ってます。で、余計な装飾はもう一切なくてですね、マウンテンバイクでちょっと街乗りしたいとか、ロードバイクからピストバイクからと、いう方でもシャッと合うようにシンプルに、今回はまとめています。で、ちょっと、細かい話なんですけども、ここカーブさせてるんですけども、この実はこのカーブの部分っていうのは、このワルドのバスケットのこの端の枠の部分にだいたい合うように、作ってます。これが内側すぎると逆にこいつハンドルにこう荷物を入れた時に上に引っかかりやすくなったり、これも出っ張りが出すぎるとこう引っかかったりするんですけど、なるべく出代は短くして、で、なるべく外側でギュッと開くような形で、カゴを使っても荷物が使いやすいですよという形で、今回作っております。で、このハンドルを使うとですね、デメリッ
ートと言ってもいいですかね。あの結構アップポジションになります。ですんで、ちょっと遠くへとかですね、長い時間をというのがちょっと苦手ですね。あとスピードを出してギュンギュン走るというのが、苦手なんですけども、街乗り、まあ、10キロから20キロぐらいを、買い物に行ったり通勤でフラフラっとこう乗るのにはもう最高というものになってます。はい、という感じですね。で、グランピーのオリジナルステムと合わせるとさらにハンドル位置をググッと高くまで上げれますので、これも一緒にピシャッと装着してあげるとより良くなるかなというところです。はい、ということで、今回はグランピーのオリジナルハンドル、GH002 番ご紹介しました。カラーはブラックとシルバーの2色です。で、価格はどちらも一緒で、8800円の税別になります。で、こちらは10月の、下旬発売予定になっておりますので、ご予約今受け付けております。で、ブログの、方でもアップしてます。ホームページから、見ていただくとすぐに分かるように、しておりますので、ぜひ、内容一度見てみてください。で、オンラインショップの方からも、予約できるようなページ作っておりますので、ぜひお試しください。はい、では今日はこのあたりで、終わります。どうもありがとうございました。